口にしてください。備前を作るんは土、火、そして人じゃ。よう来るんじゃ。あんたみたいに上っ面だけのやつが。あの釜焚きで親父が作ろうとしたもんをあいつはずっと追い求めとるんじゃ。覚えてます。朝鮮の証、行さんの人とつながって備前を聞こせ。親父のような作家になるまでどんな修行にも望む言うて決めとったし。これは陶芸の美しさに魅せられた人々の夢と伝統を紡ぐ物語。